どうも皆さんこんにちは、中村です。よろしくお願いします。はい、ということでね、突然なんですけど、皆さんジブリの最新作君たちはどう生きるか、ご覧になりましたかね。もう公開されたからまあ1ヶ月ぐらい経つんですかね。多分たくさんの方がね見たと思うんですけどね、まあ、僕は公開初日に見に行きました。まあ正直な感想を言うとですね、まあその面白かったとかよりはなんかそのまあ不思議な感覚になる映画でしたね。なんか僕的にはそのなんか宮崎駿さんの最後の作品なのかなとか思いましたね。多分僕的なっていうか、みんな思ってますけどね。すいません、なんか自分の意見ですみたいな感じですね。すいませんね。多分なんか最後の作品なのかなってなんかそういう風にね、皆さん言ってますけどね。確かにそんな感じしましたね。これが俺の最後の作品で暗いみたいな感じでね。宮崎駿の右腕がここにね、ドコーンってドシーンと飛んでくる感じがね、しましたよね。多分、あのね、君たちはどう生きるかっていう映画は、なんかその、不思議なストーリーとかでなんかそういう支離滅裂な感じでなんかそういう人、なんか各々の捉え方で僕たちはどう生きていくかをなんかそういう風に、あ、どうぞ考えてくださいよみたいな感じの映画だったと思うんですよね。で、多分宮崎駿さんはどう生きていくか、人間はどう生きていくかを多分伝えたかったと思うんですけど、僕はね、そうじゃないと思います。駿さん、すいません。僕はどう生きるかより、どう死んでいくか。はい、それが大事だと思ってるんですよね。ということで本日の動画はこちらでございます。ドン、君たちはどう死ぬのか。よろしくお願いしますね。僕なりにね、あ、なんかこういうことしとけばよかったなとか、どうせ死ぬんだからこういう風にしなよみたいなのを僕なりにね、皆さんに伝えていけたらいいなと思いますね。どうせ死ぬんだからね、人間どうせ死ぬんだから、ということで本日もよろしくお願いします。それでは行きたいと思います。君たちはどう死ぬのか。どうせ死ぬんだからマックで黒ウーロン茶飲むな。この中にね、あの、見てる方でね、黒ウーロン茶飲む方いますかね、マックで。直ちにファンタグレープガブ飲みしてください。ファンタグレープを L でガブ飲みしてください。ポテトとナゲットとハンバーガーを流し込んでください、ファンタグレープで。多分もう飲み物の中でファンタグレープが一番甘いんでね。多分マックの中の飲み物一番甘いんで、流し込んでください。よろしく。それか、アイスカフェラテ、シロップ8個ぐらい使ってください。それガブ飲みしてください。糖尿病になってください。どうし死ぬんだから。なんか黒ウーロン茶飲む人、あれ何なんすかね、その家でサラダチキン食っとけと思いますけどね。なんかわざわざ来てね。だってなんか思ってるんでしょ、ここで選ぶときも。あ、なんか体のこと考えて、本当はスプライト飲みたいけど、黒ウーロン茶飲まなきゃって、なんかそれがなんかその精神傷つけてない？そっちの方がなんか寿命縮まりそうな気がするよ。絶対スプライトとかファンタグレープ飲んだ方が、多分その健康的にいいよ。コーラとか飲んだ方が絶対そのなんか精神的なんかそのマックまで来てそのダイエットのことを考えるにはメガクロウランチ飲むな。スプライトやファントグレープやコーラをガブ飲みしてください。この前もいたんですよ、目の前に。あのビッグマックセットで、ポテト L でクロウロン茶で。は、どういうこと。もうやめましょうよ、どうせ死ぬんだから。無駄な抵抗でもうマック来てる時点でもう無駄な抵抗なんですから。逆に恥ずかしいですよ、逆に恥ずかしいです。やめてください、もうクロウロン茶飲むのやめてください。あと双剣道もやめてください。それでは君たちはどう死ぬのか。どうせ死ぬんだから付き合えなかった人と画面越しにデジタル接吻。デジタル接吻とはスマホ越しにキスをすることです。やっぱりこう死ぬ前にね、後悔するのは恋愛系が多いと思うんですよ。わー、あの人と付き合いたかった、あの人とキスしたかったな。そんな時はデジタル接吻。今の時代はスマホがあります、 SNS があります。SNS にはね、もう好きな人のね、こう写真がいっぱいあるでしょ。好きな人のとこね、もうネトストしてくださいよ。まあね、これね、気持ち悪いとか言われるかもしれませんけどね、まあ SNS やってる方が悪いですからね。デジタル接吻ね、やられたくないならね、もう SNS やめてくださいって言うしかないですからね。だって合法ですもん。合法なんでね。ストーカーとかダメですよ、犯罪なんでね。でもデジタル接吻は合法でございます。大丈夫ですよ。まあ、こうスマホをね、こうね、こうね、枕元に置くとね、こう一緒に寝てる感覚にもなれるしね。でも合法なんで。四季折々のね、デジタル接吻楽しんでくださいよ。やっぱりね、死ぬ前に好きな人と、やっぱキスした方がね、あ、いい人生だったな、つってね、死ねますからね。まあ僕のおすすめは iPad でデジタル接吻ですかね。面積が広いんで。それでは君たちはどう死ぬのか。どうせ死ぬんだから愛のない性行為はした方がいい。和コードよ。愛のない性行為は、バンバンした方がいいです。バンバンした方がいいですね。僕も20代前半の頃はほとんどの時間、愛のない性行為に時間を使いましたね。後悔は、まあ、ギリギリしたいですね。本当ですよ。ギリギリしてないです。なんかしてよかったなって。うん。愛のない成功をたくさんしたからこそ、本当の愛知れるのかなって。そう思ってますよ。もう遊びませんしね。うん。多分もうもうすぐ30歳ですけど、多分もう30超えてから
まあ約束はできないですけど、約束はできないですけど、約束は絶対しませんけど、でもしないと思いますよ。で、それはやっぱ20代前半愛のない成功したからですよ。やっぱね、愛のない成功ってね、なんかその人の人生を映し出すんですよ。なんか人のことが一番知れるのがやっぱ成功だと思ってるんでね。もう AV ね、お前 AV ね、お前知る代になるってね、声が聞こえてきますよね。でもなんか本当に、例えば、そのある女性とやってたら、あ、なんか、育ちいいなとか、え、女子校出身なのかなみたいな。あ、片親みたいな。本当に分かるんすよね。なんか分かるんすよ。なんかその人のことが、なんか分かるようになるというか、なんかその人の心がよく、汲み取れるようになるというか、ね、普通の会話とかでもなんかその性行為をすることによってね。これ本当ですからね。これマジでそうですからね。いや、だからそれは学べましたね。もし僕ね、高卒なんですけどね。まあ、僕が大学生だったら卒論でまとめてますね。それでは君たちはどう死ぬのか、こっからどんどんバンバンめくっていくんで、最後までバンバンめくっていくんでね、よろしくお願いします。ついてきてです。よろしくお願いしますね。すいません、なんか同じこと2回言っちゃいましたけどね。じゃあ行きたいと思います。どうせ死ぬんだから、ケーキのフィルム、中華料理の残り汁、スナック菓子食べた後の塩だらけの指、舐めて舐めて舐め尽くせ。たくさん舐めてくださいね。一人の時に舐めてくださいね。もう誰かっている時はダメですよ。それはね、もう汚いんで。でも一人の時舐めてください。でも一人でいる時もさ、なんか残り汁とかさ、あのケーキのフィルムとか、あのなんかスナック菓子食べたのね、塩だらけの指とかさ、なんかやったら、なんかさ、大人としてこれどうなんだみたいな感じでやんなかったりするでしょ。もうどんどん舐めてください。もうどうせ死ぬのか舐めてくださいよ。なんかなんか常識人物ってね、なんかこれ舐めたらなんかもう良くないんじゃないか。やっぱもうそれ子供がやることだからとかで、ね、もじゃあもうそんなじゃ、もうでも舐めてください。もうたくさん舐めてください。もうケーキの汁をブーって舐めてほしいし、やっぱ中華料理の残り汁なんてね、結局エビチリとかもよく汁が残るで、汁というかなんかソースみたいな残るでしょ。あれなんかエビチリってね、エビじゃなくてあのソース食べるために頼んでるのに、結局あのソースをね、こそぎ取ったのソースが一番美味しいんですよ。なんかレタスにつけてもうソースが一番美味しいんですよ。でも一番美味しいのはね、ホイコーローのね、ホイコーローの残り汁美味しいですからね。もうほぼ油そのままいってるみたいな感じですからね。でもあれがね、一番美味しいんですよね。もうスナック菓子食べたのね、もうちょもうあれやってください。もうポテチとかね、いろんなポテチとかね、もうね、もうでも一番寂しいのは僕エアリアルが一番好きなんですけど、スナック菓子エアリアル好きなんですけど、もエアリアルね、もう塩だらけならないですよね。もうでも全然使う、もうサラッサラですからね。これ寂しいですけどね。何の話かしてるかよくわかんないですけどね。じゃあ続いてどんどん行きたいと思います。どうせ死ぬんだから、相手が誰であろうと割り込まれたら肩入れて分からせよう。肩入れてください。もう相手がおじいちゃんおばあちゃんでも肩ガン入れてください。なんかもうね、電車とか並んでてね、割り込みしてくる人いるでしょ。もうね、相手がまあ60超えてたらダメ。まあ見た目ね、60超えてたらどうかわかんないけど、まあそれ以下だったら、それ以下のおばあさま、おじさまとかだと、こう入れちゃってください。たとえね、70歳、80歳でも、70歳、80歳、おじいちゃん、おばあちゃんでも、まあ、凛と立ってたら、肩入れてください。もう肩入れて、別れせるしかないんでね、これはね。もうこんなに言ったらあれですけど、まあ、どうせ死ぬんだから、僕ら先にどうせ死ぬんだからって思いながら肩バーンって入れてください。もうそれはね、もう常識を破ってる方がよくないんですからね。もうバーンでも入れちゃってください。もうおじいちゃんおばあちゃんでもね、もう割り込まれたらもうどんどん肩入れてくださいということで、じゃあ続いていきたいと思います。どうせ死ぬんだから、税金払ってる人は募金をしない方がいい。まあ、ほぼね、もう税金ってあれ募金ですからね。国への募金ですからね。もうなんかそのアフリカなんちゃらとかなんかいろいろあれでしょ。なんか羽系のなんか羽のやつ、羽の募金みたいなやつ、あと24時間でもあんまやらない方がいいですよ。もう税金、大人の人はもう税金払ってますから、募金ですから。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ありがとうございます。愛は地球を救うとか言うでしょ。もう愛は地球は救いません。もうどうせ死ぬだから、もう愛は地球救いません。愛で救ってたらこんな風になってたら日本も地球も。ね。もう戦争も起きませんね。結局ね。じゃあ最後行きたいと思います。もう どうせ死ぬんだから。どうせ死ぬんだから、ボランティアしてる方も、綺麗事言ってる政治家も、自然を大切にしてる人も、犯罪者も、独裁者も、いずれ全員死ぬ。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。